平野市、養金プリ活動中の内面の葛藤を告白。増え続けるできないこととファン、驚愕。2023年の5月22日をもって、キングピンス以下、金プリのメンバーである岸優太、神宮寺優太、平野市洋がグループを脱退し、高橋山と長瀬角の二人体制となりました。 この人事変動により、グループの今後の方向性だけでなく、脱退した3人の動向にも注目が集まっています。しかし、ファンの間では、2月24日に発売された、月刊 TV ナビー4月号産経新聞出版のインタビューが波紋を読んでいます。昨年11月4日、 ジャニーズ事務所は平野と神宮寺がグループを脱退し、同時に事務所も離れると発表しました。騎士は2023年秋に退所予定ですが、この突然の発表にネット上のファンは驚きと悲鳴を上げました。ジャニーズに詳しい記者によれば、 金プリファンは今でもどうにか5人で金プリを続けてほしいという願いを持っており、一方でそれぞれの決断を理解しサポートしたいという人もいます。彼らを見守る中でファンたちは複雑な思いを抱いているようです。 キンプリがこの月の22日にリリースした12枚目のシングル Life Goes On Here r Young は発売初週のオリコン週間シングルランキング同28日付で103.2万枚を売り上げ大きな成功を収めました。これだけの数字からもわかるようにキンプリは多くの人々から愛されていることが伺えます。 なお、月刊 TV ナビー4月号では、平野にメイヤーヤングという曲の歌詞について質問された際、5人で出すシングルはこの曲が最後になると断言しています。さらに、同志のインタビューでは、平野自身の考え方が非常に深く掘り下げられており、これがファンの間で話題となっています。例えば、活躍の場が広がると、できることが増えますか という質問に、大使平野は、いや活躍の場が広がるとできないことの方が増えるんですよと答えました。彼はパブリックイメージと自分のやりたいことのバランスを取ることに苦慮し、活動してきたようです。彼はさらに新しいことに挑戦することも正直にできないこともある。だから、責任を持って何かを提供するということの大変さを学んだ、とも語っています。 また、彼には、人生の節目を迎える今、どのような人生を送りたいですかと尋ねられると楽しくてやりがいを感じる生き方ができればいいと思います。人生は、たった一度きりなので、自分の新たな成人式だと思って、これからいろいろなことを考えていきたい、とコメントしました。仕事においても、自分のやりたいことを実現していきたいという強い意志を示しています。 平野は以前から海外で活躍できるグループを目指して金プリの一員として活動してきました。昨年11月4日の脱退発表時、彼はファンクラブ会員向けに公開された動画でもこの夢に触れていました。しかし彼は自分の年齢と向き合った時、 海外で活躍するグループを目指すのは、グループの活動方針を考慮した上でもう遅いと感じてしまい、目標を失ってしまいました。だから今回の決断に至った、とも告白していました。と、同じ記者は語っています。さらに、月刊 TV ナビーは他のメンバーにも、これからどのような人生を送りたいですか と同様の質問を投げかけており SNS 上では多くのファンから様々な感想が寄せられています。特に平野の発言については5人でのシングルは今回が最後か予想はしていたけど本人の口から言われると辛い人気が出るにつれて本人のやりたいこととファンや社会の期待と事務所の要求との間にズレが生じ彼らにとって辛くなったのかもしれない これからはそれぞれが好きなことをして幸せに過ごしてほしい、インタビューを読んで胸が苦しくなったといった衝撃的な反応がありました。また一部の人々は平野の発言から察するに彼にとってやりたいことは全て金プリではできないということなのか平野は金プリに所属している限り自分のやりたいことができないから脱退したのかと推測しています。 では、平野、神宮寺、騎士はジャニーズ事務所を退所後、一体どのような道を歩むのでしょうかそれに関しては、現時点では具体的な情報はありません。彼らの脱退後の活動についてはまだ明らかにされていませんが、彼らは個々の能力と才能を持っており、新たな舞台で活躍する可能性も十分にあります。 ファンは彼らの今後の活動に注目し、応援していくことでしょう。キンプリというグループの未来は不確定ですが、彼らの音楽は多くの人々に愛されています。彼らのこれまでの活動や努力は無駄ではありません。ファンは彼らがこれからも輝き続けることを願っています。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。 私たちは皆さんのご支援に心から感謝しています。ありがとうございました。